はしてみます。それでもダメな時には仕方ありません。最後まで諦めぬことじゃ。わらわも最後まで希望は捨てずにいたゆえこうしてここにおる。承知しておりますわ。今度こそ絶対に説得してみせます。戻ってきたのです。まさか掟を忘れたとは言わせませんよ。その理由はランダ様の方がよくご存知なのではございませんか。虹の雫はどこですか。ここにはないと言ったら。その時はここにいる全員に聞いてみることにしよう。女子供であろうと例外ではない。答えぬ知らぬというのであれば死んでも虹の雫の在りかを吐くまではたとえこの湖が血に染まろうとも容赦はせぬ。恐ろしいこと。こなたは真まで血に染まっております。その邪心闇に潜ませても隠し通せるものではありませんよ。ランダ様、私たちはことを荒立てるためにここへ来たのではありません。ですけれどランダ様が虹の雫をお持ちな以上引き下がるわけにはいかないのです。あなた方に残された選択肢は二つです。一つは虹の雫を私たちに渡すこと。もう一つはここで滅びるか。そのどちらかです。言葉だけの脅しだと思いますか。そこまでするはずはないと。ですが早いか遅いかだけの違いです。どうせ滅びるなら今でもいいのではありませんか。それに魔物の攻め苦に苛まされ無残な死を迎えるよりよほど良いと言えます。さあどうしますか。こなたらは本気なのですね。必要であれば私たちを滅ぼすことも厭わないのでしょう。そこまでの覚悟があるのでしたら私たちが信頼に値する相手だと証明してみせてください。ビレルラックとコノルフィンネンにできた魔物の砦を破壊してください。砦を二つやれって随分と無茶な注文だね。そうでしょうか。砦はつい最近できたばかりです。それほどの規模でもありません。それくらいのこともできずに魔物と立ち向かおうというのですか。言ってくれるじゃないか。俺様たちがどれだけの相手を敵に回して戦ってきたかもしらぬのにな。言うだけ無駄だ。態度で示せということなのだからな。ただしその時には必ず約束を守ってもらおう。もし約束を反故にするようであればそれ相応の報いを受けてもらおう。こなたらに命を懸けていただくのです。こちらも命を懸けるのは当然でしょう。結局こうなっちまったな。運命ってのは皮肉なもんだ。逃げたいと思うものからほど逃げられないってんだからな。だったらあんたが証明してみせてくれよ。運命は変えられるってことをさ。僕が生きているうちにね。いいぜ、約束してやるよ。俺様は女には負けるが、男であれば魔王だろうと神様だろうと絶対に負けない自信はあるんでね。負けない自信だって。それじゃあ勝ったことにならないじゃないか。負けなければ勝ちってね。勝ちってのはさ、勝ったやつが決めることだからな。
あんたらしい言い回しだよ。行くんだろ。仕方ないだろ。行きたくないって言っても口うるさくされるだけだし。じゃあ仕方ないからあたいも船を出すとするか。レベリー、気をつけていくのですよ。必ずここへ戻ってきなさい。ですよね。規模という点ではこちらの方が小さいですが、他の上では厄介だけど、奴らは海戦ができないからね。島に閉じ込めておけばそれほど害はないが、これまでは魔物を見かけてもちらほらという感じだったんですよ。砦ができたのは最近のことですし、海の中にいれば魔物を心配する必要はありません。ですけど、このまま増え続ければアイオルス諸島は魔物の巣窟となってしまいます。ランダ様はそのことを危惧して皆さんにお願いしたのだと思います。だからって人任せってのはいただけないね。それは仕方ないと言えます。ユリシースは元来穏やかな種ですから。レベリーさんが特殊だと申し上げます。あ、いや、これは失礼いたしました。いえ、気になさらないでください。アルボルさんのおっしゃる通りですから。まあいいさ、ここはアタイラの縄張りだ。そこでちょろちょろとされたんじゃ目障りだからね。野郎ども、蹴散らしてやりな。
な。そこ。続いてくれ。それじゃよろしく。